今回の動画は横浜の南さんの提供でお送りします。いつもクラウドファンディングご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。すいません、今日はお時間作っていただきまして、いいえ、頼め、ありがとうございます。なんか湯山さんのファンの方がちょっと僕に DM をくださって、はい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 、でちょっと福岡でロケする日程を発表してたんですけど、うん、そしたらちょっとこう湯山さん、僕の YouTube チャンネルすごい持ってこいの人なんじゃないかっていうのをちょっとなんか、うんうんうん、こう教えてくださって、なるほどなるほど、でそれで DM なるほどを送らせていただいたっていうのが経緯なんですけど、なるほど、暴力団、はいはい、暴力団も元会長ユーチューバーさんなんですか。元暴力団組長ユーチューバーですね。あ、元暴力団組長、うん、まあまあ言うてユーチューバーらしいことはしてないんですけど、ほうほうほう、うん、まあまあ世の中にね、いろいろ発信できることがあるんで、はい、まあ、それをちょっと伝えていけたらなっていう部分で。組長って言ったんですか。そうですね。今は、うん、それ以外にもお仕事はしてるんですか。ですね、建築がメインです。去年の9月ぐらいに独立して、はいはい、でそれから外壁の改修と防水工事等を、はい、やらせていただいて、はい、で、それと別で、去年の2月から、YouTube を始めたっていう感じですね。あ、そうなんですね。2020年、あ、じゃあ僕と1ヶ月違う、僕3月ぐらいで始めたんですけど、あ、じゃあもう1ヶ月違いですね。あ、そうなんですね、うんうんうん、あ、よろしく、すみません、今日、いえいえ、どうもどうも、よろしくお願いします。だって社長さんお忙しいっすよね。いやいや、まあまあまあ、ぼちぼち忙しいのは忙しいです。年齢とか非公表だったりします。いや、年齢は1980年生まれの今40歳です。え、そもそもじゃあ、福岡の出身なんですか。そうです、もともとは福岡、もともと福岡市出身ですね。ああ、じゃあ、はい、家庭的に、まず元をヤクザの組長になるまでの経緯を聞きたいんですけど、経緯、まずそもそも、はい、ご家族がそういった家庭だったりとかするんですか。じゃないです、一般家庭。もう本当ごくごくごく普通の一般家庭ですね。じゃあお父さんはサラリーマンとか会社員やられてみたいな。で、僕が小学2年生の時かな、はい、うん、でその時に、父がですね、保証人倒れになったんですよ。保証人？うん、保証人倒れで借金抱えて、ああ、なるほど。それでもう、はい、家とかに執行官が来て、はい、その物を差し押さえるっていう状況だったんですね。で、まあ、僕の祖母がその時に城南区に住んでおりまして、はい、でもなんか生活ができない状況で、まあまあ、逃げてきたじゃないですけど、はい、それで城南区に引っ越してきたっていうのが経緯ですね。城南区に来た。へえ、あ、じゃあ要はそっか、もう家賃も払えないしみたいなことに。何千万か買えたみたいですもんね。まあ、もちろん、そんなにしっかり返してますけど。あ、そう、返せたんですか。返してます、返してます。あ、でそれで犯罪ではなく、でそれで町人に、でその引っ越しがあって、そうです、そうです。でそこはどうなってるんですか、家庭というか。まあ家庭的に、まあまあそこで親父はですね、東京にずっと、もう出稼ぎにずっと行ってたんですね。はいはい。でその間に、まあちょっとずつこう不良のこう血が多分たぎってきたんでしょうね。あ、湯山さん自身に。うん。で、まあまあ僕のその兄も元々結構不良だったんですよ。不良ってどれぐらいの不良ですか。ね、もうなんか やってることといえばどういうか。これ P 入れれます。あ、 P 入れます、うん、まあ、もちろんその暴走族とかは入ってたんですけど、はい、まあ、そのまんまもうスライド式でもやったりとか、あ、うん、そういったものにもかなり溺れていったんですよ。あ、お兄さんか。うん、無理やり僕もその何ていうんですかね、まあいろいろ表されたりするわけですよ。なんか
環境的には良くないんでしょうけど、結局それに憧れてた自分がいたんですよね。はいはい、悪いことへのというか。そう。何個違うんですか、お兄さんは。兄とはね、5つ違います。あ、結構上ですね。うん、結構上なんですよ。で、それで、まあ、兄の姿を見てて、結局、本当はね、そういう風になりたくないって思わないといけないんでしょうけど、はいはい、うん、まあ、血でしょうね、これはね。あ、そうか。で、そのまま、まあ、兄に関してはもう結局、まあ、20代前半で更生はしたんですけど、はい、結局僕がその更生をしきれずに、まあ、そのまんま、なんだかんだこう、事件を起こしながら、1回目の刑務所で言うと、まあ、これがちょっと福岡では、かなり有名な事件なんですよね。決闘罪って言って、暴走族同士を、戦わせるんですよ。はいはい。まあ、いわゆる怠慢。はいはい。それを僕がやらせて、あ、やらせた？そう、やらせた側なんですよ。それって、まあ、すみません、それの経緯ってのは、どういうことですか、うん、なんでその暴走族同士を、ゆうやさんが決闘させることになったんですか？ですね、僕がですね、昔、ルパンっていう暴走族に属してたんですけど、涙って書いて、犯罪って書くんですけど、それでルパン。まあまあ、で当て字ですよ。はいはい、まあ、いわゆる暴走族のありそうな名前というか、で、それでそこに僕が入ってて、で、ちょっとして、一回潰れたんですよ。ルパンが、人がいなくて、それ人がいないってのは、うん、だから時代的にその暴走族全盛じゃないってことですか。そう、時代の全盛期がもう終わったんで、僕らのちょっと後輩でですね。あ、じゃあ流行りじゃないってことですか。そうもうで、その全盛期が終わって、で、はい、僕がね、20歳か21ぐらいの時に、その僕の地元の後輩たちが、はいはい、まただーっと不良連中が集まってきたんですね。はいはいはい、で集まってきて、僕のところに来て、またルパンをちょっと復活させたいんですって。っていうことで、僕のところに相談に来たんで、それならちょっと名前を売らない関係、はい、どんどん喧嘩してこいって。で、僕が後押しするけんって言って、で、どんどん喧嘩させたんです。で、それで、その時のその決闘罪が始まったっていう。あ、なんていうかあれですか、その、当時で言うと、じゃあ、その、与山さんは、その、暴走族の、に入ってるというか、人たちを、なんか面倒見るというか、なんか問題があったら出てくるみたいな、そんな人ってことですか。そうです。もうバックについてるって感じですよね。あ、なるほど。それが二十歳ぐらいの時ってことなんですか。そうですね。そこで、まあ、別の事件の執行猶予等もあって、その決闘罪で休刑が5年来て、全部で、4年8ヶ月ぐらいの刑だったのかな。ちなみに別の事件のその罪ってのは何なんですか。ですね、これもちょっとまあ面白おかしく話すことでもないんでしょうけど、はい、僕が乗ってた車があったんですけど、はい、これをこう駐車違反の場所に止めてたんで、僕が、はいはいはい、で駐車違反の場所に止めてるのを警察に持っていかれたんですね。駐車違反でレッカーってことですか。そう、レッカーで、はいはい、で、警察署に持っていかれたんです。はいはい、それが、はい、で僕そのまんまちゃんと取りに行けばいいのに、僕ね、免許を初めて取ったので27歳で結構遅いんですよ。無免だったんですか。そう、ずっと無免だったんで。無免、なるほど。それがね、20歳の時の事件かな。それで、駐車場にあったんで、まあもちろんキーは僕が持ってるわけじゃないですか。はいはい、車だけ持って行かれてるんでね。はいはいはい、で、押収された車の近くに行って、はいはい、ピッてやったら、スマートキーっていうのかな、リモコンをピッてやったら、はいはい、開いたんですよ。はいはい、よーしと思って、はい、警察署から取ってやろうと思って。その車をね。そう自分の車をもう取ってやろうと思って。なんかね、やっぱね、子供だったんでね、20歳前後ってね。ああ、なるほど、うん。で、それで、まあ、取ろうとしたら、結局、パーキングからドライブ入れるでしょ。はい。だから、進まないんですよ。あら、はい、と思って、見たら、外出て見たら、ロックがかかったの。ああ、はいはいはい。タイヤロックっていうのかな。ああ、はいはいはい。そう。で、あれを思いっきりグワーってやったら、バキーンって取れたんで、はい、よしよしと思って、で、ぐーっと出そうかなと思ったら、はい、一番問題の門があったわけですよ。あ、警察署。そう。門どうしようかなーと思って、はい、バックして、はい、思いっきりニュートラルでアクセル吹かして、はい、で、一気にドライブに入れて、ぐーって行って、門ぶち破って、やーっと帰ったんです。なるほど、それは罪になりますね。いや、もちろんだから。で、それで、まあもう車もね、大破してるし、で、
僕の家に持って帰るわけにもいけないんで、はい、あの僕のじいちゃんの家に停めたんですね、車を、はい、じいちゃんにまあ朝電話しておこうと、はい、と思ったわけですよ。だから僕が寝過ごして、はい、あのじいちゃんに電話するの忘れてたんですよ、はいはい、だからじいちゃんが警察に通報して、なるほど、身内からのリークで、まあまあまあじいちゃんにはね罪がないけんですね。でそれでお袋からめっちゃ鬼電かかってきて、あのじいちゃんちに車止めてろって、警察めちゃくちゃ来とうよってなって、ああ分かったってもう出頭するってって言って、まあ1回目のその執行猶予が、まあ傷だ、なんか建造物破損とか窃盗だなんだっていうのがつきましたね。あ、なるほど。で、その今のそのやつと、うん、その決闘罪のセットで、じゃ5年刑務所に入ったんですか？そうです、そうです。じゃ普通、福岡の刑務所に入るんですか？ね、それはね、長崎県の佐世保刑務所っていうところ。あ、それなんですか？佐世保に親が行かせられるってことですか？そうです、そうです。その当時って、まあ、今はもう分類されてないんですけど、はい、その当時、28歳以下か、32歳以下かっていうのは、はい、若い層のその犯罪者っていうのは、大体その佐世保刑務所に送られるんです。佐世保刑務所は B 級、ちょっと暴力団系であったり、あ、その底の悪い奴らが集まるところ。なるほど、なるほど。そこはね、はい、すごいですよ。喧嘩ばっかり毎日。あ、佐世保刑務所は。喧嘩が始まると、非常ベルっていうのが鳴るんですよ、はいはい、で非常ベルが鳴ると、いろんなとこから刑務官が何十人ってブワーってくるんですけど、その喧嘩を収めにね、はいはい、その佐世保刑務所は大体1日3回はブワーってみんなこの非常ベルが鳴るような、へー、まあすごいところです。え、それじゃあその 5年も入ってたんですよね。うん、5年行きました。え、どんな生活ですか、その刑務所の中の生活は。ね、これもまあ住めば都って言うんでしょうけど、その佐世保刑務所はとにかくね、本当に喧嘩ばっかりで、その侍刑務所って言われたような、そんな刑務所です。だって刑務所に入る人たちって、うん、結構よく聞くのはなんかもうみんなもうさっさと外に出ないから、うん、まあまあおとなしくしてる人多いみたいな聞いたことあるんですけど、それがある程度年齢が高ければ。でもその佐世保刑務所っていうのはやっぱり九州の荒くれもばっかり集まってるんで、名前を挙げたいわけです。あ、さらに？そう。でそれでとにかくこの刑務所の中でまだ喧嘩しまくって、で名前挙げて、で社前に出ろっていうふうな考え。あ、そんなこと、え、それ湯山さんも同様なんですか？同様。俺もここでちょっとまたさらに幅利かせてやるぜみたいな。そう。へえ。っていうふうに思ってたんですけど、はい、なんせうちの飼いうちの人間が少なかったんですね。で、多勢に無勢でやっぱ押されるんですよ。あ、なるほど。同じ人か。その刑務所内でも、なんか派閥があるんですか？確かにね。で、その会の、人間があんまりいなかったんで、はい、まあ多勢に無勢でもうだいぶやられましたもんね。でも結局、ほら、引くわけにもいかんし。はい、引くわけにはいかないんで行くんですよ、はい、行くけど結局もう一番ねひどかったのは、はい、20人ぐらいから袋叩きされましたよ、もうほんとそういうとこ、佐世保刑務所。それでもじゃあ20人に袋叩きされ勝てないんですか？勝てない、勝てない。もう袋叩きされようときに、はい、要は刑務官が飛んでくるのをもう待つしかないっていう。ああ、そんな感じですか。うん、その刑務所の中だともう日々ボコボコにされる毎日ってことですか？もうそういうのが多いです、ほとんど。へえ。結局その問題抱えた人間たちは一般工場でまあ普通お昼って仕事するんですけど、はい、もうそういうところには下ろせないんで、もうずっと独居。もう独房ですよね、一人部屋。湯山さんも？僕はね、半年ぐらいとこいましたね、もう独居に？うん、引き取るところがないって言って、また一般工場に降りてって、そこで溶接工場で、はい、なんかいろいろまだいろんな経験を得て、でなんかそのね、溶接工場に行った時に初めてこうなんかね、人の器量っていうものを、まあ、磨かないかんのやなっていうのが分かりだしたんですよね。え、それなんかきっかけあるんですか？これは福岡のまあ組織の方で、すごい器量ある人がいたんですよ。でその人が僕にいろいろ教えてくれて、いやこれはああじゃないこうじゃないっていうのを教えられるようになって、それから本当人としてのこの人徳を磨くようになりましたね。その方も同じく捕まってる人なんですか？それともその人は教える側というか、その人は同じように捕まってる方。へえ。そしたら真面目だったんですか、その中では？真面目でしたね。まあ問題を起こさないような。
へぇー。これに取れず。その人は目的をなんか持ってたってこと、ちゃんともう出て構成するなっていう。いや、そういうこともある。現役のバリバリの暴力団。現役のバリバリの暴力団。でも、その人の考えは、刑務所で名前を打ってもしょうがないって。はぁー。それで、うん、その人と出会って、じゃあもうこんなところに暴れてたのしょうがないなって気持ちに。うん、そう。それじゃ何年目ですか？それがね、刑務所入って3年目ぐらいかな。あ、なるほど。でもまあ前半、うん、そっか。そうですね。まあ、刑期は5年ですよね。後半に差し掛かるぐらいですね。あ、うん、で、そっからも真面目にやってとか。そうね。もうそっからはもう無駄に喧嘩することはなくなりましたね。へぇー、うん。で、それじゃあ、25とかで出るんですか？ね、刑務所出てきたのは26ぐらいだったと思います。あ、26歳で出て。26歳で出てすぐ誕生日が来て、で、すぐに、さっき言ってた無免許の、はい、免許取りに行って、あ、そこで初めて取ったんですよ。免許で、免許で、そっからその岩さんが、うん、自分の暴力団を作る、うん、作るっていうんですかね、組を上げるのね、組名乗りっていうんですよね。組名乗りですか、うん、組名乗りをしたのは、刑務所に行く前、前なんですか？そう、それはもうだけ僕が21の時に、はい、結局面倒見てた人間とか射程連中とかも結構多かったんですよ、はいはい、でそれで、刑務所に行く前に要は残していく人間たちのその結成をさせとこうと。で、まあ、僕の親父ですよね、その当時の組長が、はい、もう今の状況なら、帰ってきた時にでもうそれなりの肥料ができとろうけんと、はい、いうことで組名乗りをさせろって言って、僕の組を立ち上げて、そして僕が刑務所に行ったっていう形です。はあ、うん、その親父っていうのは、うん、本当の親父じゃなくて、組の要は暴力団の親父です。ボスですか？へえ、うん、その時からもそういう人たちとつながりがあったんですか？うん、そうです、そうです。もうだけ1回目の刑務所行く時にはもう僕ヤクザしてたんで。へえ、僕がねヤクザしだしたのは18歳の時。そう、ヤクザに入るっていうのはどんな経緯で、まあ、言える範囲ではいいと思うんですけど、いや経緯というかね、もともと僕中学生の頃から片枠大工してて、で片枠大工、あ、はいはい、うん、で仕事してたんですよ、はい、でそれで18歳の時に、はい、腰をやってしまって、はい、で、もともとちょっと心臓も良くなくて、で、持病の心臓もちょっと悪化してたんですね、その時に。で、現場でのその思いっきりの作業ができないっていう風な部分で、はい、どうしようかなーって思ってた時に、ちょうどその時に、なにわ金融道の南の帝王って流行ってたんですよね。それで、あ、金融屋さんしたいなっていうふうに思ってて、はい、でその金融屋さん誰かおらんかなって思って探したところ の、はい、その友達が、はいはい、まあ闇金してたんだよ、はいはい、でそこの社長が、当時の僕の親父っていう人間だったんです。へー、だから、まあ、金融屋さんをやろうと思ったらそこがヤクザだったっていう、そういう経緯です。じゃあその金融屋さんを最初いくつか、うん、何年かやるとか、ちょっとやるんですか？まあまだ、その親父の金融に関してはずっとやっぱ手伝いでしてました。その当時はまだ民事不介入っていうものが結構その強く押せた時代なんだよね。だから例えば、僕が取り立てに行きます、はい、で、警察を呼ばれましたとしても、結局民事不介入ということで警察が何も言えないところがあったんですよね。結局当事者同士のお話でしょって、今はもう全然ダメですよ。でもその当時まだだから20年以上前っていうのはそんな感じで緩かったんですよ、はい、だから金融屋がすごい栄えたんですよね、その当時。あ、なるほど、闇金、うん、牛島くん的な世界観のものがリアルにあったってことなんですね。そうです、そうです、うん、今はないんですもんね、そういうの。今はもう、まあもちろんその交流ししてる人はいっぱいいますよ、はい、でもそこでその警察の権力の方がもう今強いんで、うん、だけうまくやってる人じゃないと生き残れない金融だろうなと思います。組ができて、捕まるじゃないですか。はいはいはい。で組に戻るんですか？その戻ります。へえ、うん、ごめんなさい、その村山さんがそのリーダーである、うん、あ、まあ、組長である暴力団というのは何をでその生計を立ててる組なんですか？僕が主にやってたのはそれこそ今の同じような建築、まあ、まあ建築って言っても人夫出しって言って人材派遣ですね、現場への人材派遣とそれと風俗環境をやってました。
なるほどなるほど、うん、でそれと別でそのなんだろう若手たちは若手たちで恐喝してみたり氷貸ししてみたり、うん、まあそんな感じで生計を立ててましたね。ちなみに、うん、なんていうんですか、あの組があるじゃないですか、はいはい、上にさらにまた組みたいな組織があるんですか。もちろんあります。なので、僕は三次団体の若いもんなんですよ。要は一番上の組織が会っていうんですけど、他にまた会っていうのがあって、で会っていう中にまた組っていうのがあって、そこで僕は三次団体の頭をしてました。三次団体の若いもん、そして、工業っていう、四次団体の組をしてました。へえ、うん。あ、じゃあ自分の名前になるわけじゃないんですね。湯山組みたいなこと、ね。これはね、湯山っていう名前自体が僕がね。福岡の油山っていうとこ出身なんですよ。城南区に油山って流れてるんですよ。でこの油山をもじって僕が油山に住んでるんで、湯山っていう風にしてるだけなんですよ。だから実際の名前は、これは本名じゃないんで、僕がそこの養子になったんです。組長の でそれでっていう組を出しました。へえ、養子って本物の養子ですか。ね、だからなんて言うんだろう、まあまあ実子分なんで一応そのなんていうのかな、戸籍に入って。へえ。でもそれはよくある話ですか。よくある話。あ、そうなんですか。基本的に大体その後目につける人間とかに実子に足したりとかっていうふうにします。まあ基本的にこれが始まったのっていうのは刑務所に行くじゃないですか、役立って、はい、でそこに養子にしてれば、要は家族関係であれば刑務所面会ができるでしょ。それから多分始まってるんじゃないかなとは思うんですよね。なるほどなるほど、うん、そっか。それでもうそこで分かんないけど打ち合わせができるというか。そうですそうです。へえ、そんなシステムなんですね。うん、そうです。ちなみに、うん、そもそもなぜ、うん、その湯山さんがその、うん、そこの何ですか、まあその四次団体とはいえ、うん、その責任あるポストを任されるんだったんですか。まあでも何ていうんですかね、やっぱ僕よりも年上の人間っていっぱいいたんですよ。はい、で、僕がその組長してた時っていうのは、はい、まあ、もちろん頭で組でいうとナンバー2なんですよね。はい、で僕以外にもまあ、ある程度のそのなんていうんだろう、キリを持った人間もいたし、まあ、執行部って言われる人間たちは僕よりも全部年上なんですよね。はい、でもまあなんていうんだろう、それを決めるのって結局親父なんですよ。だから例えば、この人間やったら後目につけれるっていう人間しかやっぱ頭には選ばれないんで、基本的に後目につくのは頭なんですよ。だからまあなんか見れるところがあったんでしょうね。ああ、そっか、じゃあ要は後目につけれるっていうふうな思った部分がその親父にはあったんでしょうね。へえ、なるほどね。へえ、自分の中ではあるんですか、これでこういうふうに信頼されたなとか。ああ、なんなんだろうな。まあでもね、まあ話せない部分が結構多いんですけど、例えば親父からこれちょっとやってこいって、ふんふん、まあいろんな事件ですよね、うん、これやってこいって言われるのに関しては誰かをつけていくと絶対にその人間って喋っちゃうんで、人って大体喋るじゃないですか、うん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 、なのでそれに関しては全部一人で行ってきたっていう自負があります。ああ、なるほど、もうその超機密事項だってことを分かってるし、うんうん、もう漏れないように漏れないようにっていう、その本当に迷惑がかかんないように、大体漏れるんですよ人って、大体喋るんで。ただもう分かってたんで、誰々と行ってこいって言われてもそいつには言わずに何もかも一人で済ましました、ね、なるほどね。事件内容は言えないけど。あ、言わないですよ。で26に戻ってきて、はいはい、どんぐらいやるんですか、その。ね、そこから4年ぐらいまたシャバにいて、でヤクザしてたんですけど、そこでまあちょっといろんな、まあ、これちょっと言えない部分があるんですよね。まあ、4年後に、僕のまあ若いもんがちょっといろいろ下手を打つんですよ、はい、でこの人間がちょっと僕が許せん部分があって、女性を結構犯してたんですよね。でうちのこの組の金も持ち逃げして、はい、っていう部分でもう許さんってなったんですよ僕が、はいはい、でそれでこの人間を捕まえてこいって言ったら、まあ捕まったんですよそいつが、はいはい、捕まえれたんで、そいつをもうハンマーで袋叩きしたんですよ、はいはい、でその時にまあ、パクられたわけですよ僕が。あ、はいはい、うん、でそれでパクられた時にそのきっかけとして、そこがきっかけとしてヤクザを辞めていくんですよね僕は。
たくて辞めれるもんなんですか。辞めたくて辞めれるもんじゃないです。その当時はまだ、今はもうだいぶ辞めたくて辞めたいって言えば辞めれる時代にもなってきました、うん、今は。でもその当時は辞めれるかって言ったら辞めれないです。ただその時にまあちょっといろんな理由があって、いきなり僕がですねポンって切られたんですよ、破門されたんですよ組織から。へえ、うん、でその時にまあいろいろちょっと僕も抱えることがあって、でいろいろ思うことがあって、でそれでまあその時で13、14年ぐらい、まあ正式にその会を脱退を認められたのがヤクザ始めてから15年ぐらいなんで、その時がヤクザ始めて12年ぐらいかな。でそこで、まあ12年こう一生懸命こう走ってきて、であこれで破門されたかっていうのがあったんですよね。ほうほうほう、うん、でそれでまあ他にもいろいろ諸事情問題抱えることがあって、であもうこれならもう時代的にもその時正直そのヤクザで飯食っていけるような時代じゃなくなってきてたんですよね。へえ、うん、そんなこともあるんですか。うん、結局ねその僕がパクられた時にまあいろんな社長連中、要は建築関係の社長連中と結構付き合いしてたんですけど、はい、その人間たちが僕と付き合いしてるということで指名停止になったんですよ。でそれが、うん、福岡県警のホームページに載って、ここの会社はヤクザと付き合いしてますというふうなのが上がったんですね。でそれでその指名停止になると、結局その社長連中みんなもう通帳も作れなくなって、なるほど、だからもうそういう部分まで影響させてしまって、で結局大手のデノコンから もう仕事がもらえんくなってて、要はそこまでちょっと追い込んでしまったんですよね、僕がただ付き合いしてただけで。なるほど、うん、まあいろいろこうまあ喋れん部分ですよね、まあ抱えた部分があって、もう今かなっていうのがあって、でそれで辞めるっていう決意をしましたね。それは辞めるって決意、それ今2000何年の出来事ですか。それが何年だろう、辞めるって決意したのが今から10年前か、だから2010年ぐらい、2010年代の出来事なんですね。はい、はい、それで決意をしてからどんな手続きを踏んでいくんですか。ですね、まあまあもちろんその刑務所にいる間にその脱退届けっていうのを出すんですよね。で、まあもちろんその僕がその切られたっていうふうに言ったんですけど、はい、親父は僕を切ったんですけど、その上はそれを認めてなかったんですよ。そんなこともあるんですね。さらにその上がってことですね。そう、その上が認めてなかった。でも僕はもう切られたっていうことしかも知らずに刑務所行ってるじゃないですか。はいはい、でそれで出てきた時に、お前破門されとらんとって復帰せれってっていう風になったんですね。おう、でも僕はもう刑務所行った時にかなりのその強い信念で、もう仇になるっていうことを決めて勤めてるんですね。3年間、そこに信念持って、おうおう、で仇になるにはこういう風なことを我慢せないかんっていう風ないろんな考えのもとでやっぱ勤めたんですよ、最後の刑務所。でそれでまあもちろんその何だろう、会長とかいろんな執行部の方とも毎日のように話しました。で戻れて戻れて何回も戻れって言われて、でその中でまあもちろんそのいいポスト、要はナンバー2のポスト、要は二次団体の理事長ですね、はい、理事長のポストもやるって、で金もある程度用意しとるって、で足らんならそれも全部用意しちゃるってっていうふうにも言われたんですよね。でも結局そのナンバー2のじゃあポストを用意していただきました。でそのナンバー2っていう権力とそのある程度 の, そのまとまったお金をがあるからって言って、そこにそのナンバー2にじゃあ分かりました戻りますって言った程度の人間じゃナンバー2も務まんないんですよ。要はブレが出るんで、人間としてね、もう僕はもう仇として勤めるって、仇としてこれからやっていくっていう人間が権力とお金にすがって、あじゃあやりましょうかねっていう程度の理事長じゃはっきり務まんないですよ。あなるほど、ね、それでね、1ヶ月ぐらいほぼ毎日話し合いました。でまあその時にまあもうちょっとあんまりもう僕的にもこれ以上はもう無理だなって、もう拉致あかんなって思ったんで、まあね、でもちょっと指詰めてきますと、で指詰めますって言った時に会長が、いやもうそこまでしよったらもう本末転倒じゃって、お前がもうそこまで強く言うんならもう分かったって、敵でね一生懸命頑張っていけって、でその代わり約束一つだけ約束だけされて、悪そうだけすんなって、敵になるようはちゃんと敵になれて、って言われて、で
まあ、今がその話がついて約7年ちょっと、で今また今日まで来たっていう感じ。たけれたけれたけれ心は殺すことはある。ちゃんとした、もちろんね、その義理人情の世界っていうのはなんとなくこうイメージなんですけど、でもちゃんとこう、なんか辞めるとき絶対恋人なくさなきゃいけないんじゃないかみたいなイメージあるじゃないですか。あります、あります。だから僕も それがね、認められないときはもう九州出るつもりでもいました。それでもやっぱりそこまで強い意志で、敵になろうっていうふうに思ってたんで。でもじゃあそれで、逆にいいよ、それしなくていいよって言ってくれる環境、人もいるんですね。だからね、やっぱ器量なんてよ。認めてやるか認めてやれんのかっていうのは。だから、まあ、もちろんね、その本来はそこの意見があって、でそこの決断とその後押しがあったんで、はい、今僕がね、こうやってね、福岡で、住めるっていうのはあるんですけど、まあ、もちろんね、足元を向けては寝れないんですよ。寝れないけど、ただご時世的にね、義理はありますんで、感謝もしてます。ただ連絡を取ることもできんしね。あ、そうか、もう普通の仕事もしてるってことですね。そうそうそう。結局僕今公共工事がメインなんで、公共工事ってなるとなおさらやっぱりその暴力団反社会勢力とは申告ができないですよ。へえ、あ、公共工事いわゆる道路を作るとかわかんないけど、 そんなことですか。僕の場合はね、マンションとか、マンションとか、まあ、団地とか、はい、そういったところの改修工事ですね。へえ。で逆にまずその今辞めれたじゃないですか、無事。どうやってその晩の職業につけたんですか。それで辞めた時何歳ですか。辞めた時が32歳か3歳かそんくらい。それって、マジで僕ちょっと今それぐらいの年齢なんですけど、33歳なんですけど、で就活この年齢でしたことないか分かんないですけど、どうなんですか、その30。僕はね、刑務所にいる時に、兄から連絡があって、兄も、まあ、実業家なんですよね。あ、そうなんですか。そうで、兄が会社してたんですよ。で、その兄が、僕に連絡してきて、それで、まあ、行くとこない、もしくはそのやることがないって決まってないんやったら、まあ、俺の会社手伝ってみるやってって言われて、でそれでそのまま刑務所出てきてから、そのまま兄の会社に入ったって感じです。なるほど。それはじゃあ ラッキーと言ったらあれかもしれないですけど、そうですね、まあ、なんて言うんだろう、僕の兄貴も仕事に対する熱意っていうのがすごく大きいんですよね。僕がね、仕事をするにあたってプロ意識っていうのをすごい持ってるんですよ。でそのプロ意識を植え付けてくれたのがこの実の兄貴なんですよね。プロになれって、例えば、お客さんがおって、でお客さんから聞かれたことに対して 100% と答えてやらないかって。でもそのお客さんが戻ってくる、要は何回も何回もお願いするっていうのが 100% じゃなくて 120% の仕事をせんとお客さんは戻ってこんって、そこまでの仕事をせれって、それがプロやけんってっていうふうに言われて、でその兄のね、背中を見てすごいこう学ばされましたよ。でやっぱ実の兄ってのもあって、やっぱ近道ができるんですよね。いろんなことを聞けるんで、これどうやろうか、あれどうやろうかって、これどういうふうにしたらいいやろうかってのをどんどん聞けるんで、それで、そのね、兄の会社におった時に国家資格関係もどん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 って、本当にめちゃくちゃ真面目に、めちゃめちゃ勉強しました。遅れてるんで、結局他の人よりも、そうっすね、32年間こう、そうなんていうか、まあ、悪の道でも、まあ、いろんななんかこうね、上下環境とか学んでると思うんですけど、そうそうね、遅れてるんですよ。だけど取り戻さないといけない。ただ人の場合働いても、結局その時間をこなしたところでどうしようもないんですよ、ね、だから普通にそのみんなと同じように仕事をして、で帰ってきたらずーっと勉強、もうとにかく勉強しまくりました。国家資格って何個だった、何個だった。これはね、また建築の中でももう建築の全部の部類でいうと百何十種類ってありますんで、でその中で僕が一番その従事してたのが防水工事っていうところなんです。防水工事なんですよね。だから防水工事に必要な資格関係はもう取りました。すごい。そういう勉強しながらお兄さんのもとで、まあ、働かせていただいて、それでどっかの自分が独立するんですか。これが去年の9月、9月に、昨年なんですか、独立しました。で一昨年の9月に僕が独立したんだ。そうそう、一昨年の9月、2019年の9月に独立をされて、その翌2020年の2月に YouTube。 そうです。へえ。ちなみに、
じゃあその YouTube っていうのはなんかそのやりたい理由とかあったんですか？これはね、僕がその働いてる時、要は肩気になって仕事をしだした時に、うん、目標にできる人が誰もいなくて、結局そのメディアに出てくる人、要はまあ刑務所に行ってる、うん、でそして今一生懸命肩気になって頑張ってるっていう有名人が誰もいなかったんだよね。例えばまあ変な話で言うと田代正さんで言うと、まあ有名人じゃないですか、はい、で覚醒剤何回もしてて、で、それでしっかり更生したっていう人間が僕の中では誰もいなかったんです。結局田代正さんにしてもやっぱり何回か何回かその繰り返してっていう感じじゃないですか、はいはい、でそういう人が誰かいないかなって本当に正直思ってたんですよ。っていうのがやっぱ色眼鏡で 見られるんですよね。結局元ヤクザって、で元刑務所上がりっていうのをやっぱり知ってしまうと、やっぱ人はいいように思わないんですよ、うんうん、当たり前ですよ。それはもうはっきりでその見られて当たり前とは思います。ただその何ていうんですかね、当たり前の中で誰かあの人も頑張りようけんねっていう人がいると心強い部分があるじゃないですか。それが誰もいないんですよ、正直今の世の中に、うん、それを誰かしてくれんかなって本当にこう思い寄った時に、まあ、僕も独立を考えて、でそれならあ自分がなってもいいんじゃないかなって正直思ったんです。それを要はなかなかね、みんなその知り得ない話っていうのを面白おかしく話しながら、ね、元ヤクザの組長でも一生懸命頑張って、ね、一生懸命資格取って、で、世の中に頑張ってその成功を今しよるっていう段階の人がいますよって言ったら、みんな結構気持ち的に楽じゃないけど助かるじゃないですか。うん、そういう風な模範を作りたいっていうのが、あもう自分でいいやって、自分が出ようっていうふうに思ったところなんです。それはね、やっぱね、いまだにね、反社反社って僕いまだに言われます。で、それはやっぱり世の中のその仕組みなんでもうしょうがないんですよね。ただ僕が今目指しているところは、元反社でも、こんだけやれるよって、本当に努力して、でいろんなものを追求すればね、構成できるし、で成功も収めれるっていうのを、まあ、世の中にね、もっともっとその今の元犯罪者たちに敵になりたいとか、そういう人たちにもメッセージが送れるかなっていう部分です。負けるわけにいかないです。素晴らしいですね。なんか、ありがとうございます。なんかすごい熱い気持ちになりました。なんかありがとうございます。素敵ですね。かっこいいです普通に。だってちなみにじゃあその YouTube 始めるぞって言って、なんていうんですか、ご自身とどんなやるんですか、その知り合いになんか編集してくれる人がいたんですか？もう全く誰もその YouTube 詳しい人間もいなかったんで、はい、東京の方になんか YouTube をなんか教えてる人がいたんですね。へえ。そこに月1ぐらいで通って。でいろいろ教わってました。へえ。でその中でちょっとずつこう動画を撮りためていってっていう感じで始めたんですかね。へえ、うん、だって今普通にどんぐらいで更新されてるんですか？今は、月曜から金曜日で、多分この配信がある頃にはもう2月多分入ってると思うんで、はい、2月に帰ってからは月曜日から土曜日まで、あ週5から週6に、週6にして、でまあそのうち毎日配信に切り替えたいなっていうふうに。へえ。だって普通にいますもんね、登録者いっぱい、うん、8万6万人でしょ今ね、7万6千人ぐらい、それだけ配信の時はちょうど8万人ぐらいかなと。いやでもなんかそういう、よかったら、ありがとうございます、嬉しかった。いいえ、どん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 、一発目なんですよ今日。ああ、そうなんですね。湯山さんの一発目でよかったです、なんかちょっと頑張ろうと思いました、なんか、うん、なんでもね、やっぱ努力して、で、まあ人並みにやっててもやっぱ結果出ないんで、ね、言うたらああいう僕の車ですよね、はい、ああいうのも当たり前に仕事してもやっぱり買えるもんじゃないんで、とにかく一生懸命やりよけばお金は後から絶対ついてきます。まあもちろんね、まだ僕もその成功者の類じゃないけど、でも成功者になる過程をこの YouTube で配信できるって面白いんですよ。そうっすね。ね、この YouTube 始めてあと1年後僕がどういう風になってるかっていうのはみんなが分かっていってくれるんで。そうっすね、そうっすね。うん、ただストーリー夢が持てるんですよね。いいっすね。素敵。ちなみに、うん、なんですか。じゃあ習いに行って、うん、編集上。最初はもうこれ僕自分が全部してます。自分でやってんですか？いやすごいっすね。だって要は素人だったってことですもんね。そうですそうです。もともとドローンが好きなんですよ。
そう、でそのドローンを編集してるうちに少しずつなんか学んで、はあ、でいつの間にかもう今に至ったっていう感じ。あ、なるほど。ちょっとそういう映像とかにも好きだったんですね、そもそもね。そうです。へー。毎日配信にしたいのはもう僕自身がもう編集は上がりたいんですよね。そうですね、確かに任せたいですよね。それをもう他に任せて、はい、で、それこそ企画であったりこういったものの方が面白いかなっていう、そのみんなが笑ってくれるような、はい、でみんながうなずいてくれるような、そういったものを、もっといいものを作ろうと思えばやっぱり今のその忙しさをまた分散するしかないんで。まあそうっすよね。だってそもそもあの中国配信だけど大変ですけど、普通に自分の会社あるんですもんね。そうなんですよ。それはすごいっすね。YouTube を始めてからはもう現場周りっていうのをやめました。もう現場の書類整理、写真整理、図面整理、これをパソコンの前で一気にバーってやることしたんですよ。そしたら逆に言うと あの効率が良くなったんですよね。あ、そうか、時間を作るための仕事を、うん、ちょっとリモートワークなんてみんなスッキリしたみたいなのをもっと先にやってたってことですね。へ、うん、そうなんだ。まあ、僕からね、言えるのは、まあこういうそのもともとね反社会にいた人間でも、はい、まあ一生懸命ね頑張ればできるっていう部分を僕が今証明してるんで、今まだ反社会にいて、でちょっとでもやめたいなっていう人間がいるんだったら思い切ってやめていいと思う、はい、一生懸命やれば絶対に道開けるんだよ、うん、それはもう本当に俺は声を大にして言いたい。一人でもね、そういう風な世界から足を洗えて、で家族を、ね、安心させて、で嫁さん子供もそれだけでも安心できるじゃないですか。当たり前の仕事ができる、で当たり前にお金が入ってくるって、ね、わけのわからん金使わんで当たり前の金が使えるんですよ。ってなるとやっぱ見通しが立てれるんですよね。だから今まで結婚どうしようかなって迷ってたその彼女連中でも、あ、結婚を考えれるかなっていう風になってくるんだよ。まあ、少しでもね勇気出して、抜けてくれる人が一人でも多くね、この世の中に増えたらいいなっていうふうに思う、あ、ありがとうございます。いやーすごいな、すごいですね。会社やりながら集合で自分で編集してたって。いっぱいいっぱいですよ本当に。ですよね。もういっぱいいっぱいです、うん、朝7時ぐらいから仕事始めて12時ぐらいまでずっとパソコンの前ですよ。ですよね。じゃあありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。はい、お願いします。すごい音だな。誰か君を殺した。